トミシー師範代のしばらく借りていくか、はい、シーズン9です。もう最初からいてもらってていい、大丈夫、もういてもらって最初からなんかすっている方がなんか そうじゃないですか、はい、僕この番組でメガネかけたことないですよね。やめとこう今日は帽子からトミシー師範代のちょっと僕もやろ、はい、一緒です一緒です。お店支払代のって言っていただければ、ああしばらくは僕です。ああ借りていこうか、僕が借りていこうかーっていうので、その後シーズン9でなんかうーやってる。それは最後です。あ、ごめん覚えてない。はい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 、使いどころ多いなとりあえず行きましょう。もう撮ってんの、はい、お店支払代のしばらく借りていこうかシーズン9。何も喋らんかった。ごめん、難しい。挨拶って難しいね。挨拶ね、うん。しばらくだと学年が離れてるんでね。ごめんなさい、ね。いやというわけで、はいはい、もう何も言わずにいきなり3人で始まってますが、はい、あの本日はゲストに来ていただいてます。はい、長谷さんです。はい、長谷です。コロンといてます。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。そうですね。はい、ご無沙汰してます。はい。前にはあのシオンの時に事務所にお伺いして、そう。それがきっかけで、あの正雄楽団長も出現して、本当や。はい。もう頭下げたかった。ごめんね。いなくて。声かけたかったんですけど、うん、大体収録日が前日に決まって、ああなるほど。あの電話するのもなんかはばかられるので、言うてみて昼間やったら調節できるから、いつでも。ありがとうございます。夜は鉄板やけど昼間は調節できるから言うてみて。今回はあの1週間ぐらい猶予があったんで、あ、そうですね。その日行けますかって声をかけてみました。遠慮なく。そしたら来ていただけました。はい、ありがとうございます。いや、どうされてお元気ですか？元気ですよ。はい。まあ皆さん知ってはるかどうかわからないですけど、私ちょっと今年の1月の31日付けでちょっとシオンの方退職退団しまして、まあ、そこから今フリーでやってもらってます。はい、どこそこの女子アナフリーに転身みたいな感じですね。そうですね、一応まあ59歳、もう60までに50代のうちに新しいスタート切りたかったんで、はい、ちょっと早期退職なんですけど、退職して、はい、もうちょっと自由を手に入れました。自由を手に入れました。はい、これ言い方難しいな。言うていいのか分からないですけど、言うてみよう。めっちゃチヤチヤしてますね。そうか確かに。そうかな。あ、ちょっとまあある意味ね、そのまあ、あの、まあ、前の職場がどうこうっていうことではなくて、やっぱりこう、事務の仕事っていうのはやっぱりこうずっとね、うん、あのずっとこうパソコンの画面ににらめっこでずっと座ってるよりは、うん、今の方が健康的な生活はしてますね。確かに動いてますから、はい、今日も同じめっちゃ辛いです。そうですか。なんか抜けたのかもしれないですね。まあまあまあ、そうです ね何かね、うん、はい、身軽になったのは確かですね。いや、はい、あの何年間在籍されてましたか？ですね、はい、何年やろ、25歳から入って59で辞めてるから34年ですかね。すごいっすね。すげえ。34年間いました。はい。そうですね、僕の知ってる限りずっと塩の長谷さんでした、まあ、ほぼで、うん、ほぼあと2ヶ月ぐらい経ったら、もう3ヶ月ぐらい経ったら30丸5年やったから、うん、ほぼほぼ35年ですかね。えらいもんですな。すごいね。すごいですね。すごいね、うん、気持ち悪いね。だって人生の半分です。年齢の半分以上ですな。そうよね。すごいですね。だから、あの旧組織やった頃から、はいはい、両方に足掛けて。そうですね、はい。師範代も、大学卒業してもうすぐぐらいの時から師範お世話になって、ね、呼んでいただいたりしてて、で、もうお邪魔して、もう その時はもうすでにあの楽団員としてもう何年もやってらっしゃる、ね、そうかね、そうね、はい、大学生の時にね、あの大学2年生の時にシオンさんがいつもあのシカゴのミッドウェストバンドクリニックに資料集めに行かれるじゃないですか、はい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 、あれのツアーにひっついて行って同行させていただいて、でシカゴで全然別行動 で、行動であの、うん、自分で月谷先生のところレッスンに行ったりっていうのをさせていただいてた時があって、もうその時からメンバーですからね。はいはい、うん、そうはそうですね、はいはいはい、
そうか、すごいな。この前ね、僕もその、あの生まれて初めての海外旅行がそのシオンの100周年の時に行ったそのシカゴでのバンドクリニックで演奏したんが、はい、初めて飛行機、海外の飛行機に乗って、そうなんですね、はい、十何時間飛行機に乗って、はい、映画4本見れましたね。そうですね、それぐらい、ずっと起きてて、なんか起きてた方がいいかなと思って、はいはい、4本見れました。すごいわ、もう37年間勤め上げたシオンを、はい、まあ定年退職1年早めた状態で、そうですね、そうですね、はい、見られたんですね。30何年シオンでホルン吹いてたら、うん、あのオーケストラのホルン奏者、うん、120年分くらい音符吹いたいや、ほんまにそう、ほんまそうやと思うえ、まあ、うん、そうかな、ホルンでもオケで結構吹くよ。あ、だけど、まあ、そっか、休みの数は少ないけどね、使用、はいはい、の方が少ないけど、うん、そうやね、100、うん、2、30年分ぐらい多いかもしれない。そうです、すごい。倍は吹いてるかもしれない、音符の数で言ったらね。そうですよね。でも、その1個に込められたそのなんか重みみたいなやつは一緒ですよ、そんな。ね、オケのロングトーン一発にね、命かけてる人いっぱいいますもんね。そうですよね、うん、いや、オケもいいですね。この前大工も久しぶりに卒業してから、うん、あのカンフィルさんで吹かせてもらって、うん、いやー、もう昔大フィルにいる時に1年半だけ大フィルにいたんやけど、ちょうどその12月のシーズンが2シーズンあった半年間やったんで、あ、1年半やってんけど、2年間で、ごめんね、タメ口で。いやいやいや、もう後輩やと思ってるし。先輩、大先輩ですから。2年間で50公演やってんね。はい、その大工を50回やってるんですよ。はい、だからもう、みんでも吹けるぐらい散々吹いてきてんけど、やっぱ改めてこの35年経って、大工やったらやっぱりいい曲やし、やっぱりめっちゃ難しいし、すごい面白かったですね、改めてね。うん、あの、オケの人とかってね、自分の所属団体があっても、あちゃこちゃ行ってるじゃないですか。はいはい。シオンにいるときってあまり予想の楽団で演奏することってないですね。ないですね。なかった、なかったですね。なんか、なんやろうね。まあ、まあ、ある程度年取ってきたらというか、あのフリーで最初やっててシオンに入って、やっぱり公務員だったから、そうですね。あ、そうかそうか。大学卒業してシオンに入っすぐ入った人は、フリー経験せんとずっとシオンだけでしか演奏したことない人も多分いらっしゃるから、うん、そうですね、うん、そうですね、重いんですもんね。そうなんですよ、だから割と、うん、そうだね、そう、ここ10年ぐらいちゃうかな、で、ここ10年ぐらいやったらもう新しい世代の人がもうね、フリーにしてはるから、あ、ね、まあお呼びはそんなにもちろんかからないし、うん、で、事務局長っていう肩書きがあったんで、なおさらそんなね、日中練習でとかで多分かけられると思うんで、そうですね、本番なくても、ね、なかなか今日事務所休んでいくみたいな、11時から練習なんですけどって多分行けないといけないと思うんで、そうですね、本当になんか今、あ、本当に今だからもう、だからね、本当になんていうのかな、まあフリーになるのがまあ怖いっちゃ怖いじゃないですか、59だって仕事もないやろうしっていうのがあるけど、はい、僕ね、もともとそのフリーでやってるし、あの大学入る出てからで、ちょうどバブルやったから、はい、その怖いものなしというか、フリーがそのいい時代やった、ね、フリーが貧乏イコール貧乏じゃなくて、あの給料制の方がむしろ安くて、はい、その時の資本ね、言うてもいいと思うけど、資本の初任給ねとかねそんなんやったけど、その前のフリーしてる時30万あったんですよ、月、うん、その毎日3本ずつぐらい仕事があって、はい、まあ、よう知ってると思いますけど、だからフリーの方がなんか裕福なイメージがあったんで、なんかそのフリーにまた戻れるっていう、すごいこうなんか変な先入が今時代も違うのにね、だから何人もこう恐れずに今踏み出せてるから、おかげさんで、ね、まあ、少しずつレッスンの生徒さんも増えてきたりしてるんで、うん、まあ、これからちょっと、うん、まあ、この番組きっかけでいろいろと、うん、ということは今これで見て、あの、はい、ホルンの先生探してるんですよ。ハセさんに習えるって言っていけるのか。そうですね、だから今までその大学とか高校とかでその専属でホルンの、ね、先生探してるとか、うん、まあ、あのあとバンド指導もずっと、うん、あの月1吹奏楽でやってたんで、うん、できますから、まあ、そういうの学校関係で呼ばれることは今までなかったんですけど、逆にいくらでも行けるようになったんで、あの
メールアドレスをここにまた載せてもらうんで、あの僕に用事ある人はダイレクトにメールしてください。はいはいはい、行きます行きます。もう引く手あまたですよ、そんなん言ったらもう殺到しますよ。いやいや、そんなんありがたいです。全国どこでも行きます。あのすごい、あんまりね、大阪府離れてるんやったらちょっとね、やっぱり交通費が行ったりとか、はいはい、宿泊が伴ったりするのはまたちょっとね、あのそれは別にお金いただかなあかんと思いますけども、基本的にどこでも空いてたり、なんならあのマネージャーしてもらって、ああありがたいです、はい、はい、割とあの音楽のことは幅広くできると思いますし、うんうん、まあ教員免許も一応あのね、あ持ってますから、すごい、はい、中高の、はい、持ってますんで、一応免許持ってますので、はい、素晴らしい。いやでもなんかその使用に所属しながら、はい、例えばですけれども、なんか自分たちであの別でアンサンブルするとか、やっぱそういうのってあんまりなかったですか。いや昔はね、はい、あったと思うけど、その、まあ、シオンのメンバー4人で、はい、あの大阪城ホルンカルテットっていう名前でアンサンブル組んで、はい、それであのドルチェのサロンとかで演奏会したんちゃうかなという記憶がありますね、うんうん、はいはい、まあ、そんなんはやってましたね、うん、でもまあシオンで活動するとき基本的には個人におるんじゃなくて、その団体の中の所属の一員っていう認識やから、ね、あんまりその、うん、今のシオンは逆のスタイルで、そのピンでね、あの楽団員を一人一人顔を打っていこうっていうスタイルで個人の写真撮ってますけど、昔は顔写真すらもう載せないぐらいの、もう大阪市音楽団演奏終わりみたいな感じだったから、まあ、それで良かったんですけどね、うん、公務員やでね、うん、考えたら吹奏楽指導みたいな話になった時にね、うん、例えば師範大も吹奏楽の指導してるじゃないですか、はいはい、でもあの人生の中で吹奏楽に関わった経験で言ったら、あの吹奏楽ガチでやってました経験で言ったら、はるかにもうそれはもう全然違いますよ。それはもうだって吹奏楽一筋35年でしょ。そう。いやだからね、オケ奏者が、うんうん、まああのこういうこと言うとあれなんですけど、うん、オケ奏者がオケの中でずっと吹いてる吹き方と、あの同じホルン奏者でも吹奏楽の中でずっと吹いてらっしゃる方々のその吹き方みたいなものもやっぱり違うと思うし、違うね、ね、うんうん、違うと思うし、そのパワーとか、うん、やっぱり同じ吹奏楽器の中で、しかも結構打楽器がどんがらがしゃになってるところで、ね、なんかそういうのも考えると、うん、オケで呼ばれたりした時に、うん、なんかこうちょっと違ったアプローチでアピールすることだって可能になってきますもんね。言い方上手ですけど ね、 ね、まずはね、馴染まなあかんから、まあ昔はその大ビルに行ってしばらく離れて、またあの大ビル自分の先生三宅先生がいらっしゃる時に、名曲コンサートみたいな大ビル呼んでいただいた時に、久しぶりやったから、まあ先生に後で感想を聞いたら、長谷いけるね、いけるけどちょっと音でかいかなっていう。やっぱ音でかくなってるみたい、ピアノがね、もうピアニッシモピアノっていうのがそこまで追求要求されないので、吹奏楽はそのクラリネットが出せる最小のピアニッシモと、バイオリンが出す、弦楽器が出すピアニッシモ全然違いますよね。全然レベルが違うから、うん、ホルンのピアニッシモも全然大きくなっちゃってて、うん、はい、ちょっとでかいって言われました。セカンドホルンでかいわって言われました。でもあのバンドの指導に来てもらうって言ったら、うん、それすごいですよね。いやそれはやっぱ吹奏楽畑のね、もうプロでやってらっしゃったので、それは吹奏楽でね、その吹奏楽を聴く耳からして全然やっぱり我々とは違うと思うし、一、うん、回合宿行った時になんか揉めたことがあってね、打楽器の先生、まあオーケストラのどこのオーケストラの、はい、ティンパニーかなんか叩いてる先生が来てはって、やっぱりその先生が叩くと、うん、オケのタイミングやから全部棒に対して遅い、ね、なるほど、でそれを生徒の前で僕ね言っちゃったんですね、うん、でちょっとその生徒にごめん、ティンパニー遅いわ、うん、いやってその先生が、いやいやこれでいいんですよ、合ってますよ、ちょ前で聞いてもらえますかって言ったら、合ってますよ、いやめっちゃ遅いですよ、で一回先生下げてもらえますかって、先生もう遅かったよ。だから言い方難しいけど、やっぱりそれぐらいのちょっとこう、はい、なんていうかな、ありますよね、ありますね、認識の差っていうか、認識の差がね、うん、僕合宿っていう話聞いたら、あの一緒にあの酔っ払って大暴れしてたり、ね、イメージしかないんで。あれ何年前かな。僕まだ大学出てすぐぐらいの時ですね。今何歳？僕あんま聞かん方がいいかな。僕50です。あ、今年50です。え、嘘、はい、10歳違うの。そうです。
ここお二人は高校の先輩なんで、ね、あ、そうですね、あの県立兵庫高校ですよね、はいはい、10歳違うって知らんと、あのなんか先輩やなぐらいの感じで、あ、そう、しかもだからその頃にはもうすでに潮見のメンラインなんですよね、はい、でもなんかそんなこともあんまり知らんと先輩やは思って OB の先輩と思って一緒に遊んでたね、飲んで暴れてた、ほんまやね、暴れてたね、ほんまやほんまや、というわけで、ほんなら今はフリーでを満喫されてるんですね、はい、そうですね、もう本当に時間があの自分の好きだけに取れるというか、まあ、スケジュール立てれるというのが、はい、もうなんか最大のメリットというかね、うん、だからそのちょっとね、こう自分のことを自由にできるようになったから、何かこう、なんやろね、人のために役に立つことで時間を費やしていきたいなと思えるようになってきたんで、なんかやりたいなと思うんで、まあ、これきっかけにね、うん、ちょっとどんどん外に出ていきたいなと思ってるんですけどね、はい、これそれこそ今もうちょいしたらコンプルシーズンですけど、そうそうそう、はい、あの今まだフリーになりたてですけど、来年、はい、再来年ぐらいになったら断らないかんぐらい話出てくるかもしれない、いや、ありがたいです、ありがたい、あのバブル再び、そうそうそう、左打ちはだから逆に言ったらね、声かけるんで今がチャンスです、ね、いや、そう、本当本当本当そうですよ、まあ多分ね、今まできっかけが全くないから、うん、ね、その拠り所というかがなかったと思うんですけど、まあこれもしね、たまたまご覧になった人でここにアドレスが多分ずっと出てると思うんですけど、それあの全然あの普段メインで使ってる、あのガチで使ってるやつなんで、あの悪用はしないでいただきたいんですけど個人情報、はい、ここだけのように作ったあのステアドじゃなくて本当のガチのマジアドなんで、よろしくお願いします。はい、今まで全然認識も何もなかったけど、はい、あのなんか指導者探してんねんって言って、たまたまこれ見た人は、はい、ここって連絡してきていいんですか？いいですよ、もちろん、もちろん、もちろん。いや、あのそんなん、そうで、例えば塩見先生からですね、あのこの学校教えに行ってもらえませんかって来て、はいはい、でその時に、ま、ここはその時はこうね、知り合いから話来るけど、はい、でも結局はその次のステップではその水知らぬ人と連絡取るわけやから、ね、まあ、それを一手間省いてるだけなんです、ね、うんうんうん、まあ、それがこの番組になってるっていうだけなんで全然大丈夫。なんかためらうじゃないですか、これがね、うん、あの大学出たての若い子くらいだったら気軽にポンって言って、なんか私のしてくれへんって言ってポンって言えるけど、まあまあのベテランやったらなんか、いいのかしら、私全然知らんねんけどって。全然いいんですよ、はい、あのベテランって言うていてられたんやったら、ベテランと、まあ、言わせてもらうんやったら、それだからこそ、その全然全くホルンの知識ないとか、もうマイナスベースぐらいの人が楽器しか持ってないとかっていう人を丁寧に指導することができますので、うん、素晴らしい、はい、その方安心して来ていただいたらと思います。そうですよね、はい、学校の先生がうちの学校にいるのもいいんですか？もちろんです、もちろん、はい、もちろん、もちろん、はい、なんかそういうのってやっぱりその学校の先生方からしたら、うん、あの我々もそうなんですけど、吹奏楽の指導を生かしていただいたり、はいはい、パートレッスンの話とかあったりしてね、うん、生かしていただいたりするんですけど、はいはい、そのなかなかつてがなくて困ってらっしゃるっていう先生方すっごい多いんですよね、うん、なるほどね、で、はいはい、あの各地方にこう、ね、審査員で呼んでいただいたりとか、はいはい、なんかそういうところでつてができて、うんうん、でいや実はこういう人探してて、誰かお知り合いませんかみたいな風に聞かれることも結構多かったりするので、なんか本当この番組発信でね、うん、その長谷先生とあのつながって、そこから先なんかこう、ね、うちの楽団にとか、うち の, あの高校に中学校に指導に来ていただいたりできませんかとか、はいはいはい、個人レッスン習いたいんですけど、こういうのって大丈夫ですかみたいな連絡がバンバンあって、全然大丈夫ですよ、はいはいはい、大丈夫ですね、うん、あのもう公立でも私学でも、うん、あのそうですけど、私たちもその元々公務員のね、あの大阪市教育委員会の所属の時からやってるので、うん、もうそのスクールハラスメントである研修とかも全部やってますけど、そういうのも全部こう熟知してるっていう意味でも、その指導者としてね、うん、あのそういうなんか、怒ってはいけない間違いとか、そのこの言ったらいけないことを言ったりとかっていうのは絶対ないですし、はい、まあ、その辺は安心していただいたらと思います。 そうですね、そこまず大事やと思うんでね、すごくね、うん、いくらこう楽器上手で教えるの上手でも、うん、やっぱりその生徒と接するっていうところはすごくこう慎重っていうか ね、 うね、大切な部分で、そこを先生も一番心配されてると思うんでね、うん、なんか話は尽きないんですけど、いっぺん切って、はいはい、次回に続き話しましょうか。あ、わかりました、はい、ちょっとこの辺で、はいはい、ほんまやね、ごめんね、これの配信会が6月の7日なんですけど、はいはい、なんかキンキンで予告するようなものって、お二人何かありますか？
ですか？何かありますか？え、本当に何もないんですけど、まあ、さっき言ったようにコンクールシーズンね、うんうん、あるのでね、また、あ、それと僕またあの、いろんなところから今ちょっと演奏会のオファーとか、エキストラ久しぶり呼んでいただいてるんで、またこの番組でその詳細が分かったら、またあのよその楽団の、あのリーフレットになりますけど、それまたご紹介させてもらって、はい、私があの吹いてる姿また見ていただいたらと思いますのでお願いします。はい、シアン大雲は6月の実は後半に、6月23日に、はい、奈良県の柏市の方で、あのみちみち道場 in 奈良を開催させていただきます。あのお昼の部とあの夜の部とありまして、まあ、そちらの方も絶賛あの皆さんあの募集中ですので、もうたくさん あのお問い合わせ、それからお申し込みいただいてますけれども、まだあの定員には余裕があると思いますので、はい、ぜひあのこの辺に出しておきます。出れんとこの辺に出しておきますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。はい、ちなみにシャンレ、これ配信明日なんで、うん、今日帰ったらチラシ送ってください。あ、オッケーオッケー、後で飛ばすわ。はい、というわけで、はい、じゃあ一旦おしまいし、じゃあこれ今ね、2週間に1回になってる。あ、そうですか。はい、なんであの再来週もあのその引き続きゲストに行っていただいて、はい、今回は一旦切りましょうか。はい、というわけであのおしまいの挨拶を思い出してみましょうか。はい、俺たち最低だぜ。おお、はい、はい、定定どうやったっけ。もう何でも大丈夫です。はい、俺たち最低だぜ。おお、またねー、また再来週、ぜひ長谷さんのトーク楽しみにしててください。またねー。はい、はい、あ、はい